石田城大手門福江の武家屋敷通り、高浜海水浴場五島市は、長崎県の西部、五島列島の南西部に位置する市、長崎港から約 100km の位置にあり、11の有人島と52の無人島により構成されている。五島市の主要な島その他の有人島2級河川海に囲まれており、海域を挟んで隣接している。五島市の地名を参照。 非全国風土器に記されている伝承によれば、蛍光天皇畜子巡行の右利、五島列島は、近島と呼ばれ、賞金の大耳、大金のしで耳という、土蜘蛛がいたという。また、福江島の北西部に位置する柏崎は東、品海を横断する、県東支線の最後の停泊地として有名であった。古代中世近世近,世近現代開派構成、編集警察、編集消防、 編集国の機関、編集法務省財務省厚生労働省、農林水産省国土交通省環境省、防衛省裁判所見の機関、編集規模的成果で統廃合になった高等学校は、長崎県高等学校の廃校一覧ご投資を参考。規模的成果で統廃合になった中学校は、長崎県中学校の廃校一覧ご投資を参考。 規模的成果で統廃合になった小学校は長崎県小学校の廃校一覧ご投資を参考。離島であるため市外からのアクセスは航路、空路を利用する。なお、本土からの距離が遠く船舶でのアクセスは多少時間がかかる。市内の交通の中心は自動車。道路整備は旧福江市内を中心に郊外の隅々まで行われている。 福江港福江空港一般国道、編集剣道、編集主要地報道、編集一般剣道、編集2001年より、アイアンマンジャパントライアスロン五島長崎が行われており、日本各地、世界各国からたくさんの人が訪れている。また、自然、歴史的に名の知れた建築物や場所もあり、それを求め訪れる観光客も多くいる。また、 2018年に五島市内の2つの集落が世界遺産に登録され、全国、世界からの観光客が増加している。五島芋で有名、大相撲の検証など。同崎天守同期だけ観光路持ち比較的大きい離島であるが、ゆえの住みやすさや地域住民、移住者主体による地域活性化、充実した雇用環境により移住者が増加している。 2016年には66人、2017年には129人、2018年には202人が後藤市に移住した。これは長崎県内でトップクラスである。また移住者の7割以上が30代以下の若者である。定住率は8割を超える。カテゴリー後藤市も参照。ありがとうございます。